いさ、待て待て、行く、いいものを見せてやるぞ。なあ、こいつを見てみろよ。これが何かわかるか。スイがこれを何に使う気か知ってない。あいつは特別なもんだと思ってるが、違うんだな。何も特別じゃねえ。この力の方がな、特別なんだよ。わかるか、いいさん。言っとくが、みんながみんな元に戻りたいってわけじゃねえ。なんだ、なんだよ、エブリン。あいつに見せてやってたんだよ。元に戻りたいやつばっかじゃねえって、あいつに教えてやろうと思っただけだよ。ゾイはどうしようもねえバカだ。あいつは俺が戻りたくねえってことを分かっちゃいねえ。親父がお前らを見つける前なんかにはな。みんなが昔に戻りたいわけじゃねえんだ。だからいいさ、いいさ、いいか。お前なんかがいくら必死になってこんなボロ屋の中探し回っても、お前が手に入れたがってる材料なんてもう何一つ見つけられやしねえよ、イーサン。月星を作りたいか。なあ、そうだよな。俺んとこに来ねえとな。わかるか。ほら来いよ、こっちに来てみろ。パスコードがいるんだろ。そうだな、0814はどうだ。いや待て待て、0621だ。いや待て、違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。Yeah.
楽しんでくれよ。よしいいか、ここらでちょっとしたゲームといこうか。といってもろうそくに火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。イカレ野郎め。おいおい、イーさん、言葉に気をつけろ。子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いやまあ、よくわかんねえけど。
ミア、ミア、ミア。ミアは生きてるよ。お前は誰だ？どこにいる？私たちはその部屋を出た桟橋の先を。急いで。さてさて、イーサン。お前は何がしたいんだ？お前をぶっ殺す。だがしばしお預けだ。今はまだな。そうかよ。いいか、さっきの爆弾でネタ切れって言うんならもうおとなしく。いや、それは教えられねえな。お楽しみがなくなっちまうだろう。クソ野郎。見つけたぞ。